帝国となりましたので、ただいまから第3回旧水戸城大手門等復元整備促進実行委員会を開催いたします。本実行委員会では今年の5月1日より一枚河原城主による募金活動を開始し、精力的に取り組みを推進してまいりました。一口が20万円を超す種類の瓦は早々に完売となり、募金総額も5000万円を超え、目標金額の半分を達成いたしました。皆様の思いをしっかりと受け止め、官民一丸となって機運を高めてまいりたいと考えております。ひな形までは言いませんけれども、皆様方にご理解をいただくように、一人一人説明をしながらですね、この事業の趣旨にご理解をいただく方を多く募って、そして目標の1億円以上ということで達成をしていければなというふうに考えておりますので、引き続き皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。城下町水戸のイメージアップを図っていきたいなと。国体には 全国からお客さん来ますので、ぜひ水戸城を訪ねてもらいたい、そして満足して帰ってもらいたいなという願いを込めています。ただいまの説明についてご意見ご質問等がございますか。